ウィース、どうも田です。今回は結局女って何者なの？あーいっていう動画です。僕は1998年生まれの生粋の陰キャで、今年成人式なんですけど、まあもちろん成人式には行きません。あれ行くやつはウーパールーパーかあのカンボジア人しか行かないと思ってるんで、まあ、僕は行きません。で、僕が COD を始めたのは中学1年生でブラックオプス1から始めました。で、なぜ始めたかというと、僕、小学6年生の時から大好きな YouTuber がいて、赤髪のなんとかさんみたいな人、あの人がめっちゃ好きで、あの人が COD の動画を出したんですよ。で、みんなとワイワイしてて楽しいみたいな動画出しとって。で、いざ買ったら、もう暴言、悪口、人間格差、もう縦社会。まあ、そういう環境がクソドープだなと思って、まあ僕もハマってしまったんですけど、で、高校生の時にパソコンを買って、この動画ですね、CODBO2 神プレイみたいな、死ぬほど、中二病みたいなタイトルつけて動画出したら、登録者数がもう500人くらい増えて、あ、そっから YouTube 人生が始まったみたいな感じなんですけど、で、この時はまだ、僕、モンハン持ちができなくて、感度14の普通持ちでやってたんですよ。で、今、BO2 の動画見ても、よく俺できたなって思います。絶対、無理ですね、今やったら。で、この時はマジで家に帰った瞬間 PS3 つけて1日9時間10時間ゲームをして寝て学校に行って PS3 してっていう無限のサイクルができてたんで、人生で一番楽しかったんじゃないですか、この時期が。僕の中では、こんなねクイックショット当てれないですもん、僕今。まあ COD をやりすぎて受験には落ちちゃったんですけどまあ今ではいい思い出ですね。まあ受験の1週間前にお母さんに、まあ君もう落ちてもいいからって呆れられたことは、多分人生で一番申し訳なかったと思ってます。結構ガチトーンで言われたんですよね。あ、落ちてもいいからゲームしたら、あ、クリップ取ってきなみたいなノリで言われたんで。で、こっからが BO3 時代ですね。で、 BO3 発売日から僕モンハン持ちに変えて、ずっとモンハン持ちになれるためにプレステージマスター最速にするっていうのをしてて、結局3週間でプレステージマスターになったんですけど、で、そのおかげもあって今はモンハン持ちができるようになって、で、キャリアも最高で17位とかで結構楽しいドミネーション生活を送ってたら、まあこの時期に山田たちに YouTube がバレて、まあ隠すのもダサいんで、あ、いや、やってるけど何か文句あるみたいなノリで仲良くなりました。先ほどガブリエルから聞いたんだが近々この69世界に闇の右腕エリザベスファントムギャラクシーが現れるらしい。それを防ぐには4大天使を具人化させ結界を張るしかない。そのために俺は今から聖剣エクスカリバーと宝剣ブリザードアックスを持って49世界に共感色紙を取りに行く。1週間かからなければいいがな。ほら、闇の園、また闇の漆黒の暗黒界から生まれた男だからな、俺は。マジで？そうだ。俺を倒せるやつなんて、天使族しかいねえぜ。天使族？天使族と戦ったの？そうだ、今戦争が起きてるんだよ。だがしかし、あいつらも強い。相手のリーダーガブリエルとかを呼んでくるからな。もう俺らにはサタン様がいるからね、負ける気なんてしねえぜで、プレステージマスターなるために、ドミネーション回ってる時にサウマシンガンずっと使ってたんですけど、その時にスナイパーも使いたくなくてオーバーキューで後ろにスナイパー持ってやってたら、あ、この装備結構強いなってなってできたのが、まあ俗に言うオータ装備ってやつです。え、そこで死ぬ。馬今7回入れました。あ、どうした、太田、そんなに興奮して。やばいで、この動画がスナイパー神プレイパート3だったかな。で、80万再生くらいいってて、まあ BO3 の動画で一番最初にこれがバズって、まあそこで登録者数がもう1万人とかいってしまって、本当に感謝しております。これがなかったら今の僕もないと思ってるんで、まあありがたい動画だと自分で作っておきながら。で、これが神プレイパート4ですかね。
まあ、この動画が僕の中では一番好きなんですけど、結構内容もあって、まあめちゃくちゃ危ないシーンもあるんですけど、まあ、何が危ないシーンかっていうと、まあ、勘のいい人がわかると思うんですよ、多分。あ、この動画ではあのシーンが一番有名ってとこがあって、何が危ないかはもうあと10秒くらいしたら出るんで、ちょっとまだねこの動画見たことないっていう人はね、ちょっと耳をよく澄まして見といてください。僕ちょっと黙るんで。にゃんこパンパンさんキモいわら、パンパンにゃんこだわわらそう、生放送してたらね、紙クリップなのにあのコメントがクソ汚ねえっていう地獄みたいなオブツクリップになってしまったんですけど、あのコメントしたやつのせいで今でも名前は覚えてます。アイコンも変わってたらもう知らんすけど。で、動画を伸ばすために紙クリップをたくさん取りに行こうってことになって、まあ、取りに行ってたら惜しいクリップとかあるじゃないですか。でも捨てたくないみたいな。でそれを冷蔵庫の余り物みたいなクリップみたいな動画で出したんですよ。そしたら出していくうちに、あの冷蔵庫のハードルが上がりすぎて、冷蔵庫の余り物じゃないようなクリップばっかになってしまったっていうのが僕の今の悩みです。ワンオンシックス、これ買ったらお前次のラーメン山田もおれよ。ウィズダメ、終わり。地震です。You never stood a damn chance. モダンオーリマスターも少しだけやって BO3 帰ったんですけど、まあ、冷蔵庫とかもとりあえず出したんで、まあ、気になる方はチェックしてみてください。でスナイパーがちょっと使いにくくてね、あのデザートイーグルがめちゃかっこよかったんで、スナイパーよりデザートイーグル の, あのリサーリのクリップとかばっか撮ってました。でもなんかリサーリはやっぱりあんまり好きじゃないんですぐやめましたね。 BO3 ずっとしてました、この時代も。まあ、このクリップ結構好きなんですけどね、キルしてキルしてキルしてぶっ刺してフラグ投げかしてお前かードガーンのクリップなんですけど。で、悪夢のワールドウォー2ですね。まあワールドウォー2が発売する1ヶ月前くらいに、いやワールドアットウォー2は面白くねえ、絶対にみんな BO3 に帰るから見とけよっていう動画を出したら、もう太田城大炎上、もう終わり人生でこの何ヶ月か後にバンされて、ボドカさんに、あ、すいません、ボドカさんお願いします、助けてくださいって言ったら、助けていただきました。本当にね、感謝しております。今でも感謝してます。この前もご飯を送っていただきありがとうございました。で、今に至ります。おい、死ねえや、ボケが。大丈夫、僕は裏を取ってるんですよ。行くよあやばい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 どういうこと今のどういうこと今何ジクジクも口めばんで言わんやばっなんでこんなヘラヘラしないぐらいでキルできるってこと。いや、なんでやからなんでこんな大人になってしまったんでしょう。僕中学生とかの時はお酒もタバコもパチンコも絶対しないし、死ぬまでしないって決めてたんですけど、やっぱ人間嫌なことあったらこうなるんだなって思ったんで、今中学生高校生見てたら、未成年の方見てたら、僕を反面教師にして、あのお酒とかタバコとかパチンコは絶対にしないって誓ってください。まあこれが僕からのお願いしないでほしいし、吸わないでほしいし、飲まないでほしい。代わりにヒコザルはしてもいい。はい、待って、おいヒコザル行くな。おいお前ロケットの中入ってるぞ。うちのヒコザル今お散歩行きました。
あ、じゃあそろそろ帰ってくるやん。よかった。帰ってくる。待て待て、おいしこざるがロケットに立たない。お前だよ、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 お前だよ